そうよ、私は女神アクアよ。そうだな、お前は女神だ。だから早く夕飯の材料の買い物に行ってこい。あ、おやつを買うなら300エリスまで。ちっかー。どうしたんだよ、具合でも悪いのか。あのね、カズマ、私は女神、女神アクアなのよ。それなのに誰も私を女神扱いしてないし、おかしいでしょ。女神扱い以前に、めぐみんたちはお前が女神だって信じてないし、仕方ないんじゃないか。仕方なくないわよ。こんな状況に甘んじ続けるわけにはいかないわ。女神として、日本担当のエリートとして、みんなに私が女神だってことをこれでもかってくらい思い知らせてあげるわ。無理だ、やめとけ。また女神を自称するかわいそうなやつって思われるだけだぞ。それでね、私考えてみたんだけど。ダメだ、聞いちゃいね。この私の優秀な浄化能力を直接目にすれば、みんな私が女神だって信じるんじゃないかしら。どう？我ながら名案よね。へえ、すごいすごい、いいんじゃないか。それじゃあ早速、女神の力を知らしめるためにアクセルの町へ繰り出してくるわ。おう、そうしろそうしろ。でもその前に夕飯の買い物頼むな。このスバ、みんな注目してちょうだい。女神の出張サービスよ。この私があなたのお家をピカピカにしてあげる。女神？何を言ってるんだこの女は。違うの、本当に水の女神なのよ。その証拠に私が浄化した水を使って掃除をすれば、どんな汚れもたちまちきれいになるんだから。うちのトイレとか相当古くなってるんだけど、きれいになるかな。もちろん、まるで新品のようにきれいになるわよ。値段はなんと無料、出血大サービス。ただし、胸の内に芽生えた信仰心のままに、女神の凄さを周りの人たちにも教えてあげることが条件ね。無料で、週に言えばいいだけなら簡単だな。うちの水回り、ちょっと掃除頼むよ。ああ、うちもよろしく。ちょっと、押さない押さない。女神アクアの体は一つしかないんだから。でもみんなに頼られる感覚、久しく忘れていたわ。やっぱり私にとって女神は天職なのね。このスバ、頑張った後のシュワシュワの美味しさは犯罪的ね。お疲れ。それで手応えはあったのか。当たり前でしょ。今日も一日かけて何軒もの家の水回りを浄化してやったんだから。一体どういった風の吹き回しなのですか。ボランティア精神に目覚めたのか。それともまさか本当は嫌なのに無理やり奉仕を。悪くない、悪くないぞ。そんなんじゃないわ。私は慈悲深く心優しい女神なのよ。みんなのために善行を積むのは当然のことだと思わない。おや、またいつものやつが始まりましたね。慈善活動はいいことだが、女神様の名を語るのはさすがに。だから名を語ってるんじゃなく本物なんだってば。今頃町中女神の噂で持ちきりになって。ん？おい見ろ、あの青い髪、女神様だ。本当だ、女神様がおいでなすったぞ。これはマジでみんなアクアを女神だと。ありがてえ、ありがてえ。女神様、また俺たちにご辞表よろしくお願いします。頭を上げなさい。女神アクアは救いを求める者には慈悲深いんだから。しかしこんなにありがたがられて、アクアは本当に。まさかみんな騙されてるだけでは。女神様、女神様、女神様、女神様。いざみんなに女神女神って言われると、本物の女神である私もさすがに照れるわね。謙遜しないでください。
あなたはマジで女神様なんだから。あなたこそ真のトイレの女神様だ。ん？あれ？頭に余計な言葉までひっついてるような。みんなトイレが綺麗になったって大喜びでしたよ。トイレのトラブルで困ったら真っ先に女神様に相談します。ちょっと微妙におかしいでしょ。確かにトイレの水は浄化したけど、トイレの女神って。なるほど、トイレの掃除技術に敬意を込めてアクアを女神と呼んでいるわけだな。いっそスキルポイントを貯めてトイレの専門業者に転職してはどうでしょうか。違うわよ、本当に女神なんだから。カズマからもなんか言ってよ。よっ、トイレの女神様。